はあ、はあ、はあ、え、いや、ノーカンでしょ。ノーカン。今の何食らって落ちたのかも全然わかんなかったんだけど、まあ、とりあえずもう一回ご利用そうか。最悪パンシロの S2 の超越使えばいいのかな。カウンター反射なんてなったっけ、全然記憶にないんだけど。硬いなあ。あ、でも、あ、落としてる落としてる。うん。楽勝じゃない。え、何で落ちたの？全然わかんないな。ワンパンだったしね。あいよいよ。あ、待って、そういや、俺、スキル書持ってるのに強化してないスキル、ちらほらあるんだよな、確か。フレイの S2 のシールドの能力とかも多分上げてなかったんだよなと思うんだよね。どうだったっけ？ 3 まで上げれてないのか。2、あ、うん。足りないしなどうしようかな。お、1位獲得してるじゃないですか。お世話になってるギルドさん、ありがてえぜ。ベルルーンで負けてみるなんかいいの出るかな。ちょっとなんかこれ使っちゃうと反則気味な気もしないでもないけど、微妙そう。おお、当たりじゃね結構ヒーラーなんかに持たせるとめちゃくちゃ当たりのタイプのやつだよねこれね。秒 MP かつ火ダメ減って最高の組み合わせだと思う。どうしようかな。出たよ。おお、いいね。まあ確かにそうだよな。序盤のうちってこのスキル、技術の章、神々、技術の章がだいたい足りなかったっていうのは、昔と共通してる。なんか、一番、こう、なんだろう、課金要素として、序盤のうちに欲しいの、実はスキルの章かもしんないなっていう風にね、やってて思うかな。回れる回数がやっぱ限られてるし、案外ね、このスキル強化の能力ってバカにできないから、どれから行くよ。まあ、パンシロはクリアしてるっていうか全部できてるから、で、クラウスも S に取ったでしょ？やっぱまあこのフレイかな。フレイのシールドを強化するために、まあ、攻撃ルーン刺す？まあそろそろこれでもいい気はするよな。とりあえずシールドの硬さを保持するっていうのがフレイを活用する一番のメリットだから、やっぱり複数回復が今の超越の段階だとなかなかできないからね。それ考えると、ラブリル、強化しようかな。装備もがっつり強化したいね。盾が全然ないけど、もうちょっといいのありゃいいんだけどな。いや、お前ポンコツすぎんだろ。まあ
全くよ。まあ、オプションに関しては、まあ、そこそこ厳選できてるから、あとはもう、凸素材だね。用意してくるかな。この感じよな。物理ガード率がちょっと弱い。速度ももう少し欲しいかな。ガード率もうちょっと調整できねえかな、これ。まあ、こましにはなったかな。いらんオプションまだついてるけど、まあまあ、このぐらいでいいにしとこうかな。クリ率だろ。まあ、ハッシュは魔法回避つけとくのもありかもしんないな。ラブリルは、こりゃひでえ。いや、待てよ。そういや、俺装備持ってんじゃなかったっけ？カバンに入れてるよね。とりあえず分解して。あるじゃん。こいつ マジで言ってる？やめてくれよ、ほんと。アホくせえわ。ブラックフライデーの反省、なんだったのレベルだな、ほんと。ルーン刺しても良さそうなやつだな。どうしよう。悩ましいじゃねえか。HP かな。よしよしよし。それらしくなってきたかな？少しは。刺しといて。これフレイにつけたいけど、フレイにつけたら、大丈夫かな？バフ持っていかれる展開になんない。こいつ一応一凸なんだよな。ティアナナか、これ。いける。越してる。 どうすんだよ。まあでも装備厳選してる時が一番気にする面白いよね。これは間違いないよな。命中はいらないです。オッケーオッケー。いいにしよっか。発症攻略にはちょうどいい杖かもしんない。さてさて、どんなもんかね。落ちたか。いや、でも、いける。いや、星3じゃないとダメだな。ダメダメ、全然ダメじゃねえ。
手動に切り替えてダメなら、もう装備厳選しかやることがなくなっちゃう。来い。プレイシールドも微妙に、まあ残ってるな。いけるいける。いったれ。おっしゃい。へいらっしゃい。クラウスの耐久力もちょっと怪しいな。が、まあそうだよな。魔法防御型じゃねえんだもんな、クラウスな。ネックレスも考えないといけないかもしれない。攻略に詰まるんだったら。わあ、後ろのあの口から炎吹くやつがやべえんだって。フレイシールド耐えろ。よし、落とした。オッケー。勝ったしょや。勝ったしょや。勝ったしょ。分かったよ。はい。ギリギリだな。やべ、面白いぞ。これ。面白い。新しいゲームやってる感覚になってきた。お、インフィラ来た。ってことは、これ8の26じゃね？いや、そうだ、8の26は、この石じゃない。この石像置いてあるもんな。やばすぎ。やばすぎっしょや。やばすぎっしょや。いや、これ絶対ラブリル落ちたやろ。いや、ちょっと待って、きついきつい。うわ、クラウスも落ちる。うわ、きつ。耐えろ。シールドで耐えろ。いや、でもこれラストいけねえだろ。あー、いや、いけるぞ。私の編成ならいけるさ。きっつ。ちょっと待って。パンしろ。あ、じゃあ、S1、撃てず。ダメか。まだきついな。ラストまでたどり着けねえか。そうか。オッケー。よし、とりあえずフレイどっち取る？回復2体にすんのか、シールド。いやー、難しいな。どうしよう。吸収量も捨てがたい。20%かな。どうすっかな。まあ、ちょっと調整がいるかもだな。ラブリルも進めたいけど、石がないし、とりあえずこれで、装備ちょっと調整したいな。行くか、ルア様。職武器で。ナイス。これはナイス。固まった。OK。あー、エッセンスもある。OK。単発無料も回しとくか。とりあえず、職武器はルシアスに持たせる方向でいいかな。はい、OK でーす。9枚ある。まあいいか。あとは、ナイス。
とりあえず、ルビーもあるし、あるし、どうしようかな。装備の調整して再チャレンジするのが一番いいか。ドラレ系統か。あ、エッセンスはうまいじゃない？トルペは結構です。やっていこうか、せっかくだし。検索して、お邪魔します。物理パね。オッケーオッケー。フレイ。はい。もう出せるキャラがいいね。これぐらいだ。ほら。出して出して。もっと出して。いいよ。いいよ。もっと出してくれたらいいよ。ほらほらほら。ほらほら。あと1体。あと1体。ほら。ほら。40レベルのカーセル出しちゃうぞ。ほら。出して。ほら。ほら。これしかいねえんだよ。ほら。わかるだろ。わ かってくれただろ。いけ。もう一体だ。よし、勝ったな。勝った。プリシラ選ぶとかなかなか熱いな、このパーティー。勝ったも同然よ。